こんにちは、あなたの理想不動産です。今、私は新宿駅に来ています。この人と。さあさあここから小田急線に乗り換えだよ。急いだ急いだ。私はこれからどこに連れて行かれるんでしょうか。まあまあそう気にしなさんな。いや、気にしますって。快速急行で移動したらあっという間だったが。そろそろ今回の撮影の目的を聞かせてくださいよ。それはおい、ね。それよりもいつものやっちゃってよ。ああ、駅紹介のことですね。わかりました。では、まず小田急相模原駅の家賃相場から。はい、どん。このグラフをご覧いただければ、一目瞭然ですが広い部屋にも手が届く金額です。都心部がこの家賃相場だったら、どれだけありがたいことでしょう。駅の北側にはショッピングセンターの、ラクアル小田佐賀と、ベアナード小田佐賀や商店街の、サウザンロードがある一方で、駅の南側にはスーパーの、イトーヨーカドーや、ビッグエーや、商店街の、アクト南口一番街商店街があるので、駅のどちら側に住んでも、買い物や飲食に困ることはありません。これはありがたいですね。ところで、そろそろ今回の撮影の目的を教えてくださいよ。仕方ないな。今日、小田急相模原駅にやってきたのは、君に新築マンションを買ってもらいたいからです。は。今回、私がわざわざ新築分譲マンションの内見に来たのは、もちろん君に買ってほしいという気持ちもあるけども、何を隠そう、視聴者の皆様に早く見て欲しかったからです。ハゲ上司がそんなに推したい物件があるなんて、一体どんな物件なんだろう。まさか自分が買いたいだけなんじゃ。と言っている間に目的地に着きました。小田急相模原駅徒歩3分の、月10万円台で住める新築物件です。家を買わされるシリーズ第2弾ですよ。うわぁ、天高くそびえ立ってるなぁ。で、ここ、モデルルームじゃないですか。つまりまだ立ってないってことですね。うん。完成はいつ頃の予定なんですか ?2025 年の1月下旬、なので入居時期は2月下旬になるよ。つまり、来年の頭から住めるってことですね。あ、パネルになんか書いてあるぞ。全65邸、南西向きレジデンス、おう。じゃあどの部屋に住んでも日当たりはバッチリじゃないですか。その通り。もちろん宅配ボックス付きでゴミ出しも24時間可能。おお、素晴らしい。しかもペット強制マンションだろ。おお、さすが新築分譲マンション。あ、これがエントランスの完成予想図か。なんてゴージャスなんだ。住みたくなってきた。まだお部屋を見てからじゃないと何とも言えませんね。そこはやっぱちゃんとしてるなぁ。なんか舌打ちされたぁ。相変わらず本気で私に買わせようとしてるなぁ。新築マンションはどんな建物になるかも大事だけど、どこに建つかも重要だよね。まあそうですね。というわけでこちらをご覧ください。マンション自体があるのが駅の南口だから、当然、朝の通勤で南口を目指すと駅まで徒歩3分。そして帰りは駅の北口にある、ラクアル小田佐賀や、ベアナード小田佐賀によって買い物をしつつ帰宅すればいいのか。駅前だけで買い物が完結しちゃうから便利ですね。北口側から帰っても徒歩5分だから遠回りに感じることもないはずだよ。しかも、マンションから駅と反対方向に進むと、イオンモールざまがある。ここまでで立地的にはめちゃくちゃ暮らしやすそうなことがよくわかりました。それじゃルームツアーに行ってみようか。というわけで、モデルルームにやってきました。こちらで共用廊下と外玄関の雰囲気を味わえます。インターホンも玄関扉も黒塗りでかっちょいい。それでは早速行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。ってあら？実際のお部屋は別の場所にあるよ。それを早く言ってくださいよ。先ほどの玄関扉を開けた先にあるのがこちらの空間です。玄関右のシューズラックの容量はこんな感じ。
3人家族でも問題なさそうな収納力があります。こちらは傘立てですね。では玄関を上がって右手にある洋室を見てみましょう。この部屋の広さは 5.5 畳。ご覧の通りダブルベッドも余裕で置けますし、部屋の隅にはドレッサーもありますね。先ほどのシューズラックの裏側は一応スペースがあるので、このように観葉植物を置いてみるといい感じになります。収納をもっと増やしたいよ、という方は棚を置いてみてもいいかもしれませんね。寝室の奥にスライドドアを発見。ということはもちろん、はい出ました。L 字型のウォークインクローゼットです。ポールの上段も収納として使えるので、これがあるだけで収納力って格段に向上しますよね。ああ、我が家にも欲しいぞウォークイン。続いて向かいのお部屋に行ってみます。こちらのお部屋は約4畳とコンパクト。寝室として使うことももちろんできますが、一人暮らしや二人暮らしであれば、こちらのモデルルームのように作業部屋にしてしまうのもありですね。いや、作業部屋にしてはおしゃれすぎるな。一応図面ではこちらにもウォークインクローゼットがついているはずなのですが、ここはあくまでモデルルーム。図面通りの間取りには若干なっておらず、ウォークイン部分はカットされていました。まあ先ほどのものを見れば、大体どんな感じになっているか想像つきますからね。実際は先ほどより一回り小さいウォークインがあるので、来客が多い方だったらゲストルームとして活用するのもありかな？ではいよいよリビングの手前にある扉をオープン。トイレでした。しかも扉を開けるより少し早いタイミングでトイレの蓋が開きましたよ。どんだけ敏感なセンサーなんだ。トイレ本体はもちろんタンクレス&温水洗浄便座付きで手洗い場もついています。下の扉を開けるとちょっとした収納になっています。ウォールキャビネットを開けると大量のトレペが現れました。トレペの置き方かっこいいな。帰ったら私も真似しよう。トイレの向かいには壁と同じカラーリングの扉があって、これを開けると棚板の高さの調節が可能な物置がありました。普段使わない書類はここに保管するといいでしょう。それではいよいよリビングに行ってみましょう。モデルルームというぐらいですから、さぞかし素敵なリビングが待っていること間違いなし。皆さん、準備は整いましたか？それではいざリビング。お引越しはあなたの理想不動産で。おお、これはなかなかに素敵なリビングですぞ。早速リビング、と行きたいところですが、その手前にバカ広キッチンが見えたので、まずはそちらからチェックと行きましょうか。タワマンでよく見るタイプの幅広深底シンク。水切り板もついていますね。水栓をよく見ると、浄水と原水の切り替えが可能。男は黙って原水です。シンクの手前はスマートな包丁入れがあり、その下には大容量の引き出しが一つ。キッチンの中心部には、ゆったりとした作業スペースが設けられ、食洗機が標準搭載。その下に引き出しもありました。コンロは3口、グリル付き。グリルの下には、シンク下と同じぐらい大容量の引き出しがあります。そして置き場に困りがちな調味料も、スパイスラックのおかげで、一箇所にまとめられちゃう。おまけにレンジフードはリモコン操作が可能と至れり尽くせり。しかもこれだけでは終わりませんよ。キッチンの向かい側にはカウンターとしても使える食器棚がついていて、その隣が冷蔵庫置き場です。収納をフルオープンするとこんな感じ。この大容量具合、伝わりますかね？リビングの壁にはモニター付きインターホン、床暖房リモコン、給湯器リモコン、一箇所にまとめられていて、その隣には扉がありました。この扉の先はもちろん、水回り。リビングから廊下を経由せずに直接、水回りに行けるって珍しいですね。まずは洗面台。新築マンションでは、標準的な大きさですね。大した収納はご覧の通り、大容量。キッチンの包丁入れみたいな、ギミックが面白いです。洗面台でこのタイプの収納は、初めて見ました。小物入れとして使うみたいですね。鏡を開けると、
もちろん、大容量の収納のお出ましだ。これに加えて、壁面収納もあるわけですから、化粧品にこだわりのある女性陣も、ご満足いただけるんじゃないでしょうか。そして皆さんお待ちかね、日常の中の素敵な、ひとときを味わうための、お風呂場はというと、はい、めっちゃ広い。これは、最高のバスタイムを堪能できること、間違いなしでしょ。弓形浴槽になっており、腰掛けながら安定した姿勢で出入りが可能です。セミオートバス対応で、お湯張りから保温、追い焚きまで、ボタン一つで設定可能ですよ。よし、これでリビング以外はすべて見終わったかな？では改めて、リビングを見渡してみましょう。リビングは今、私が立っている 11.1 畳のスペースと、その隣のテレビが置かれた部屋を足したスペースとなります。テレビのある部屋は5畳で一応、間をスライドドアで区切ることができますが、ドアを今みたいに全開にすると16畳の L 字型のリビングになるわけですね。ちなみに、スライドドアを閉めるとこんな感じです。さすが、この部屋だけで11畳あるだけあって、スライドドアで部屋を区切っても閉塞感をあまり感じませんね。これはすごい。とはいえ、ドアを開けた方が圧倒的に開放感があるので開けちゃいます。4人掛けのダイニングテーブルを置いても、まだまだお部屋に余裕がありますよ。どれ、試しに腰掛けてみますか。お食事中に見える景色がこちらです。バカ優雅やん。ああ、この家の息子に生まれたかった。来世に期待。モデルルームとしては、お隣の部屋にテレビを設置することを想定しているようですが、この部屋にも、テレビコンセントが2つあるので、部屋のレイアウトは柔軟に変更できそうですね。では続いて、こちらの5畳のお部屋を見ていきましょう。いいですね。テレビとソファーの間にたっぷりと距離が取られてあって、長時間テレビを見ても目が疲れなさそう。しかも部屋のコーナーには、吊り下げランプ付きの、何やらムーディーなエリアがあって、大人の雰囲気を醸し出しております。ソファーに座ってテレビを見ると、こんな感じ。マンダム。テレビがかけられたスペースの左は、縦長のクローゼットが2つ、並んでいました。では最後にバルコニーに出てみましょうか。どんな景色が見えるかな？あ、ここがモデルルームなこと忘れてた。景色が見えないのはちょっと残念ですが、完成後の眺望イメージはこんな感じらしいです。さすが高さがあるので眺めがとてもいいですね。撮影はこれで終了ですよね。せっかくだからさ、マンションが実際に立つ場所に行ってみようよ。なるほど、それは名案ですね。じゃあ、ここで先ほどの部屋の価格を教えてくださいよ。オーケー。さっきルームツアーしたお部屋は、A から E タイプまであるうちの、C タイプで、間取り図と価格はこんな感じだね。お？ちなみに、A タイプと、B タイプの間取り図と価格がこちら。3つのタイプどれも、私でもどうにか買えちゃう、月々の金額じゃないですか。そ、だから君に紹介したんじゃないか。このマンションなら、君の給料でも買えるだろ。まあ、確かに。でもって、実際にマンションが建つのはここだね。うわ、駅からめちゃくちゃ近いじゃないですか。それであの価格か、こりゃ破格だ。お腹が空いたので、駅前の、ハンバーグ屋さんにやってきました。ところでさ。はい。今日見たマンション、買う？買わない？さあどっち？突然、運命の二択クイズみたいなの来た。か。一旦、保留で。買わないの？君ってま全然買わないじゃん。他の物件もまだ見てみたいんですよ。もっとじっくり考えさせてくださいよ。ちなみに、内見してみて物件がめちゃくちゃ良かったので、はじめ建設の他の物件ももう少し見てみたいですね。じゃあ後で買いたくなったら言ってね。ちなみにこの企画、君がマンション買うまで続けるんでよろしく。嘘やろ。小田急相模原駅徒歩3分の。
月10万円台で住める新築物件です。家を買わされるシリーズ第2弾ですよ。いつか私に新築マンションを買わせたいという方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。今すぐにでも、引っ越したくなるような有料物件は、あなたの理想不動産インスタグラムで紹介してるので、チェックしてみてください。オンラインでお引っ越しが完結する、あなたの理想不動産、公式 LINE は、概要欄から追加できます。通常の内見や、ネットには出回らない、超穴場物件のご紹介も可能ですので、ぜひお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。